中島。ショート中島。ショート中島。背番号3。さあどこから来るか。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライク。すでに1点を許しています。これも強い当たりだ。センターへ上がっている。いいですね。ワンバウンドした。打ったバッターは二塁へ。さあ連携プレー見せるか。ツーベースヒット。さあランナーが出ました。中村チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。今年最初の試合でですね、やっぱりヒット打ちたいですよ、誰でもね。はい、最初からヒットを打っていけるんでしょうか。得点差わずか1点、ライオンズがリードしています。これも痛烈な当たり。これもいった、これもいった、一直線ツーランホームラン。中村、これが今年の第1号。1回表、ここでホームランが飛び出しました。初回から徐々にリードを開いていきます。ホームに戻ってきました。3対0。さあ達川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。でも本当集中してますし、やっぱりもう風格のあるホームランでしたね。はい、そうなんですね。2点を追加。初回から点差を開いていきます。ああ、これは見ていてつらい。ちょっと同情したくもなりますが、そしてバッター秋山。初回からの得点を与えています。これも強い当たりだ。これもいったか、これもいったか、いった、ホームラン、ホームランです。これも綺麗に捉えた。満員のマリンスタジアム、レフトスタンドに消えていきました。今ホームイン、4対0。そしてナインの祝福を受けます。追加点が入ります。初回から徐々にリードを広げていきます。そして次の6番、ジージー佐藤。ライオン、さあ追加点となるホームランが出ています。最初は見ていきます。ワンラスイングです。2球目はどうか。これも痛烈な打球。これはセカンドになります。強烈な打球でしたがセカンドゴロです。一塁はアウトになります。そして次は DH 清水、左のボックスに入っています。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。いきなりど真ん中に来ました。ワンストライク、ツーアウトになっています。ストレート取って一塁に送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。1回の表が終了。ライオン4対0、先制点が入りました。